一応開発するものを買っておきますね。はい。罠。もうだいぶ高いな。安いのとりあえず買っとけば。茶運び人形10。天候。天候。スイッチオンで正義の味方オーラを認知するセンサーの働きで敵のみに近づいて爆発する。大事じゃん。これかっこいい。買っとけ。かっこいい。ガンカル。茶運びガンカル。茶運び人形天候の爆発力を強力にした伝説の罠。一部マニア感でレアなパクリ品として。これかっこいい。ガンダムだろ絶対。すごいね。絶対ガンダム。ガンカル。まあお金なくなっちゃったんで、はい、使ってみようか。ガンカル。ガンカルじゃねえか。天候。しゃあこれ。もうね、やりとらで大体いけちゃうから、ストーリー楽しむムードになってきてるから、ね、おっとっとっと。しろきち丸。これ空の飛ぶやつかなじゃない。飛びそうだったよ。飛んでる。もはや飛ぶ。おっと。しかし良かったですな大官様。何が。無事白吉丸が旅立つことができまして。もうあのような輩には襲われることはあるまいな。さすがに空には来ないでしょ。もちろんでございます。だろうな。誰も来ない。大官様は常にお命を狙われる身の上、さすがに凄腕の追手といえども空の上までは追ってこれますまい。だよね。安心して空の旅をご満悦くださいませ。はい、これはじゃあわしだ。なるほどじゃ。なったよ。白吉丸に高熱源体が複数接近。ミサイルか。ミサイルではありません。人目のタイプです。江戸からまっすぐ白吉丸に向けて進行中。江戸くん。奴だ。奴が来るんだ。やつが誰じゃ。どういうこと。赤い彗星の下。ただいま江戸の身内の手の元から入った情報によりますと、幕府が江戸から大筒と使い、白吉丸に向け3倍で動くやな。通常回避できるのか。大筒を使って打ち出したのならば、まっすぐにしか飛べぬはず。舵を右か左に切ればよかろう。実は大官様、この飛行船はまっすぐにしか飛べません。え、なぜでしょう。急遽建造したために舵をつけ忘れてしまい、目的地に向けまっすぐにしか飛べないようになってしまった。貴様、手打ちにしてください。ご準備を。やるぞ。通信教育の賜物にございます。強っ。こいつ一番強いぞ。こいつが悪だろ。何今の。何今の間。もうシャア来てんじゃん。シャア君の。やめてくれ。バキューンじゃねえよ。あだけどライデン。看板に立つ。もう通りでガンカルだよ。うわー、ついとんじゃん。カジすごいね。カジついとんじゃん。よし。普通に真顔で止めてたからな。おー、なんかお金がいっぱい置いてあるね。ほんとだ。占領箱。どっから来るかだね、まずは。こっちじゃないかな。とりあえず歩いたら、いっぱい引いてみたら、とりあえず。広そう。広そう。どっから来るかな。置けない場所探しだ。結構時間あるから広めだと思うよ。置けない場所探し。いやー、置けるな。剣豪置けないところが入り口だから。そっちじゃない。その上じゃない。あ、なんだここ。斜めになってるからじゃない。ってこと。こことかも、うわ、いけんだね。その上じゃない？こっち？下下下。ごめんごめん、回しちゃった。これで言うと左？もう分からん。あ、上？こっちの方か。ガンダムじゃん。ガンダムいるよ。何で作った？もうあれ発信させろよ。あっち側かな？いやー。わかんな、もう。もう全然わかんないよ、入り口が。もうバカー。バカ。そっち？この辺？あー、そっちか。あー？いや、どこだよ、入り口。シャー。どっから来んだよ。あー。入り口わかんない。ひどいゲームだよ。もうとりあえず散らしとく。
とりあえず歩きながら探す。もうバカだなこのゲーム、もうやだ。その前に誰が来るかだね、まず。うん、シャアだと思うけど、ガンダムもいたし。ドスコイ、現れおったな。ライデン、相撲取り来ちゃった。3人来んの、しかもライデンと知らねえ、何言ってんのか分かんねえよ。この新型人間め、無茶な登場しろってからに。無茶な登場しろってからに。わかった、未曾有の最強力士だって。大相撲史上未曾有の最強力士、1825年死亡。へえ、江戸時代に活躍したんだろうね。ライデン為右衛門、そこからくん、え、どここれ散らばってる。うわ、どれがライデンで、みんなライデンの、みんなライデンで。おお当たってたな、マーキング。ある意味正解か。どうするかだけど、覚えた？出てくるところ、ここだ、まずここ一人いた、さっき。ひぃひぃ、ここら辺全然だな。あの真ん中からスタートしたのか。でも来てる来てる。うわ、死ぬよ。ダメだな、死んだなこれは。あーでも3手から来るのもめんどくせえなこれ。またこれやりとらになるぞこれ。えんちゃう。大元為右衛門とその一門の体を張った活躍で、悪大官一味を乗せた白吉丸は墜落した、はい、しかしその墜落によって帝国新の主要都市に多大な被害をもたらし、2万人以上を死亡したと記録されている。新帝国は江戸幕府に対して宣戦布告したが、1年後安政年間0016、尖閣諸島での戦いの後、中華民国政府と明治政府との間で休戦条約が締結された。あれ、何言っとんねんもうバカ。ライデン看板に立つ。シャアは何だったの。シャアの下りが謎だったな。まず一人ここから来るよね、うん、どこスタートだった。四角の中でしょ。いや、これはだあれだよ、端か、うん、そいつは端だった。ここから来たから、ここら辺に剣豪、剣豪3人ぐらい打て、3人ぐらい打てて、痩せ浪人も3人ぐらい打てたら、まあここもうこれでいけるでしょ。トラ、やりトラで、ここはもう、うん、ここはマジで任せる、何もしないと。そうよし、ここでもう倒せるとする。とどめの、一応とどめの天候。とどめ天候、とどめ天候、よし、OK。 で、2人目が次来るのがこっちなんですね。ここの、そこの四角い箱の中から来るから、ここ降りて、その中、うん、囲っとけば、ここを通ってくるんだよね。そうな、ここの中から来る、ここから来る、だからどっちから来るか分かんないのか。 それはちょっと鬱陶しいな。とりあえず剣豪3人置いとくかね。ここだな、下に置いといたら下に来るように誘導できんじゃない。確かに、もう遅いけど最初に置いちゃったから。で、あとはまあいいんじゃない、トラで、トラやっとくか。こっちもちょっと念入りは念入りで虎を作って、いない、呼べ呼べ、足りない、いっぱい呼べ、足りない。起きなくなるのが嫌なんだよ。こっち通ってくる可能性もあるのか。
あるね。仕取ってくる可能性もあるな。とりあえずいいんじゃない。うん、で槍を置いて、ここに槍を置く。であと一人がここから来たっけな。あ、違うな、そっちじゃない。こっちか。そっちでしょ。あれ、ここだっけな。いや違う、ちょっと待って。いや、ここっぽい気したけど、その四角の中じゃないかなって思って。あ、まずは剣豪置けそうだから真ん中に、真ん中に置けんの。ちなみに置ける。置けちゃう、重なるんだな。そう、3人だけ置いといて、ここ通ってくる説もあんのか。とりあえずいっぱい、もうちょっと痩せるように置いとこうや。ちょっとカメラ変えない。あとは罠やっとくか。こっち、こもう一本道に、うん、やりいいんじゃん。どうしようならいいや。こっちから来るかもしれんな。母やろ。絶対やると思った。母大好きだもん、マジで。マザコンやな。どんどん母やろ。連続母だもん、こうなって。トラバスタ見て、ちょっと時間稼ぎたいな、この辺は。やっぱ自分の近くにさ、うん、引き寄せてる、あのトラバサミ槍ルート作りたいよね。ああ、そうだね、引き寄せたところに、そこら辺作っとったら、ね、ここでもちょっと、あー、もうなくなっちゃった、お金が。ほんとだ。お金なくなっちゃったな。やばいな、これは。こっちの2人はまあいけるかもしれんけど、そっちやな、もんこいつ、あいつし、まあそこで銃で、うん、銃全部当てるぐらいの気合で連れていくか。いける。お金ない。お金なかったな。さて、当たった。合体しちゃってるもん。やってるもん。当たった。よし、当たった。これはいけるぞ。左下はまず、そこからちょっと高みの見物。まあそいつはいいか。はい、奥だな、怖いのは。こっちだね。一応こっち来るようにこっち側にいようかな。銃構えとこう、いけるように。めっちゃ強い。よしよしよし、よし、これいけるよね。いける。よしよし、一回逃げた方がいいんじゃない。そこ、こっちかな。逃げよ逃げよ逃げよ。何してんの。いや、もう一発食らわしたいな。でもそこで食らわせろ。ハマってても近かったら当たるから、ね、当たる。これいけるかな。いける。よしよしよし、死んだやろ。死んだ。よし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 、悪大感情。これ安心じゃない。結構これはいけるな。あと3発。他どうなってる。そっちね。こっちは、こっちハマってるね。ハマってんね。ほっとこうか。こっちは、お、終わり終わり。よし、おーおーおお。まあ入り口さえ分かったらこんなもんか。え、あとこっちでしょ。
こっちはもう剣豪も熱かったからもう終わりやん。まちょっと断末までも聞きに行くか。おおおおなんだなんだなんだこんなもんかね。たやすいものよライデンなども。天下の悪代官にかかればね。多すぎたな余裕すぎたこれ。しがえしがえだいぶ稼いでるな。そうっすね。よし、まだ終わんないの？もういいけど。もう1、2面じゃない？もう1、2面じゃない？もういいけどなぁ。じゃあ14面か13面かは14面かな。クリアしましたと。15で終わりだなこれぽいね。あ、じゃあライデンさんさらば。お疲れ様です。おー